銀ブラジオ、はい、遅く起きた日曜、はい、こんばんは。はい、8月11日第177回です。はい、みゆきです。そうなんですよね。前回はすいませんでした。ちょっとせっかく撮ったのに。あの時ね、はい、考えて、はい、ね、メモしながら、はい、順平と打ち合わせをしながら、話したんだよ。たまたまそういう時だったんですね。びっくりしたよ。いや、申し訳ないです。まあ、しょうがないな。まあ、はい、でも、どうでした？みゆきさんたまには新鮮じゃない？いいんじゃない？面白い。だから、まあね、そういう時もあるよな。はい、すいませんし、ちょっと、いろいろこう、なんでしょうね。いろいろこう。お熱ございます。お熱ございますね。暑いから、ね、明けたということでよかったですね、本当に。まあ、8月何日？ 8月11日ですね。あー、盆だね。あ、そうですね。ボン。何言ってんだよ。ツッコめよ。いや、何も、いや、何かあるのかなと思ったら何もなかったですね。盆ですね。なんか、どっか、なんか、お墓参りとか行くよ。うん、行く。もう、連中は行くよ。うん。あっち行ったり、こっち行ったり。するんだけどさ、まあ、多分今頃大分います。え、あ、そっか、はい、あ、大変だな準備。お前、はい、眠そうな顔してんな。しんどいっすね。寝てないのか。寝てないっす。あ、なんか、うん、あの忙しい。これ前もう多分何時間も言ってると思うんですけど、うんうん、暇な時暇なくせに忙しい時ってやったり重なんだよな。はい、うん、お前8月、うん、そのもう9月以降のスケジュール、うんうん、全くありません、うん、でも8月だけが重なったと。ライブ、4本ぐらいあって、うん、計覚えなきゃいけない曲、30曲ぐらいあるんですよ。うん、あららららららら。ら大変だ。なんか、そういうもんなんですかね。そんなもんだよ。俺もね、まあ今はそんなね、バリバリやってないけど、若い頃はさ、はい、8月、だいたい、ボーンと夏は、はい、いつもほら、ビートルズとかやってたからさ、はい、それが32曲とか、あとは、それこそいろんなバンドをやってたじゃない。はい、だ夏は忙しいんだよ。でもね、俺ね、若い頃覚えたよ。でもお前、皆さんね、順平とみんな会ってないから分かんないと思いますけど、髪の毛彼は切りました。かなり短く。はい、ですごく今日は目が腫れてます。そうですか。ちょっと自分の鏡見てなかったんで分かんなかったですね。はい、ね、そのうち、10月かな、みんなで会えるのは、はい。な、ライブやるんで、その時みんな順平の顔見てください。で今回このスタジオで写真撮って送ろうかな。Facebook でも。写真、順平の顔。いや、こんな感じですか。いやいや、ダメですよ。うん、今ちょっと、まあ、運動して、うん、夜汗流してて、うん、痩せれるように頑張ってます。俺もやってるよ、ラジオ体操第一。よーい、タンタンタラタン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 、知ってる？わかりました。目をやね、手を前から上げて、なんとかの運動からピューみたいな。はい、違うっちゅう。あれなんか面白いですよね。右手を上げて、どういうところで手を上げて。でもね、あれ汗かくよ。あ、全身やっぱり全身、うん、動かしてないってことだよな。そうなんですよね、うん、俺も今素振りやってるんですよ。おマットの素振りを、うん、全身結構きますね。あ、そう、はい。で前じゃ順平は野球やってたからね。そうなんですよ、うん、でバット振ると握力もつくから、うん、ギターにもいいんじゃないかなって思っててやってます、うんうん、まあな、はい、まあまあという感じでちょっと、うん、8月皆様ちょっと暑くて大変ですけど、ね、暑すぎますけど。暑すぎ。ね、なんかこれから。気をつけください。うん。これから、準備君、リハらしいんで。はい。頭パンパンになってますので。はい。もう心ここにあらずの、うん、自分で言っちゃったという。はい、次行きますか。はい。はい、はい、どうぞ。新井たけしと、今井よしやすの、まあ、いいかい。ひぃなんでっていうのはどうでしょう。はい、もう何でもいいよ。なんで、もう、もうって別に開き直って言ってんじゃない。スペシャリティ言ってるわけじゃないけどね。うん、ねえ、新井さん、はい、お盆ですね。そろそろ。ね、お盆。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 ねえ、どっか行くのお盆は。いや、墓参りとか。昔からね、盆と正月はね、うん、なんかライブやっても無駄だから。はい。ね、あとゴールデンウィークとかさ、はいはいはい、そういう時は無駄だから、うん、おとなしくしてんの。あ、そうですか、うん、俺は本当にもう実家行かなきゃならなくて、ね、こんな話で恐縮なんですけど、8月もそんなに何かないなかったな。あ、そう、うん、だからさ、まあ、昔のうちだからさ、うんうん、本当に盆はさ、うん、もう地方もう実家に帰ってさ、うん、親戚中集まってさ、そうはね、
やるのよ、しながら。ああ、そうかそうか。そう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 。でもそれはそれで、そういうさ、風習っていうか、うんうん、そう風習ですね、大事じゃないの、うん、ね。まあね、両親もいないんだけど、まあ、うん、兄貴が、うん、温度取って。そうか、俺もね、うん、だからもうほら母親二人いたけどもとっくに亡くなって、うん、はい、去年、はい、あの親父もついに亡くなって、うん、で、まあ、母親違いのね妹が一人いるんだけど、うんうんうん、その妹も自分のことで忙しいじゃんやっぱり、うん、でも妹も、うん、俺が年なんだからさ、うん、10個下だけど、はい、もう60過ぎたババアだからさ、うん、あ、はい、ね、いや、なかなかね、うん、そんな、まあ、一緒にご飯でも食べようかなんとは言ってんだけど、はいはい、なかなかそれもないしね、うん、だから昔 の、 その家族っていうかさ、うん、親戚いっぱいでそういうのができるっていうのは逆にいいよね、はい、そうですか。まあ、うん、年に何度しか会わないよね、正月と、うん、俺んちはだから正月と盆、うん、で盆くらいは会わないけど、うん、会いますよね、みんな何十人もたくさん集まって、うんうん、あじゃないこうじゃないって、で中にあれだよ、親戚の中でもさ酒癖の悪い親父とかさ、そうなんですよ、ね、すぐ泣く親父とか、そう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 。でもね、あの、まあ我々も年いってるから、うん、ね、孫ができたとかさ、あ、そうだね、できたとかさ、わ、うん、からない、わからないしょこれじゃけど、うん、だからその下の方の 、うんうん、子供たちとかさ、うんうん、ちっちゃい子たちいると賑やかでいいよね。そうだよね、うんうん、だからもう上がいないから我々が一番上だからね、うんうん、だからね、まあ行ってきますよ、うんうん、でも普通みんなね、うん、あのほら、あの田舎のある人がね、うんうん、帰ってゴールデンウィークじゃねえやもうには混むし ね、 ね、車も混むし、だからテレビでもさ混むし、新幹線のことも言ってるじゃん、全席指定でしょ、そうそう、うん、指定ある期間ね、うん、に指定しますっつってさ、うんうん、ねえ、あんまり田舎がさ、田舎が千葉県だから、うん、そんな遠くないから、いつもさ、そうだね、うん、まあ歩いても行こうと思えば行く、そうだね、あれさんは東京だもんね、そうだね、うんうん、だから親父の方はみんな長野だったんだけど、うん、もうほとんどいないし、うん、ね、ね、もうそういう年になっちゃったね、なんかね、うん、俺も意外とそういうのね、ちゃんとしないのよ、お墓参りとか。あ、でも、うん、墓参りはした方がいいと思いますよ。あ、そう、なんかね、俺はね、うん、落ち着く、まあね、落ち着くけどさ、うん、墓参りしてないからってさ、うん、なんか夜中にドルンドルンドルンってあの脅されたりとかそういうことはないでしょ。そういうことはない、ね、あとさ、うん、昔学生の頃、小さい頃ね、うん、なんかあのなんだ、肝試しとかやんなかった、やったよ、やったよね、うん、あのうちらもね、うん、すぐ近くに下町でさ、美濃輪っていうところにあるお寺があったのよ、うんうんうん、はいはい、で、あの木のさ板のところに空き缶つけて、うん、ね、で下から釘打ってさ、うん、で空き缶の下穴開けといて、うん、そころうそく立てて、はいはい、そのろうそくに火つけて、うん、それ一個だけ持ってさ、うん、順番にそのお寺の墓の周りをさぐるぐって一周してくるっていう、うん、あって、あれ なんでやっぱ怖かったよね、なんだか、だあれも夏の、まあ、風物詩っていうか、うん、だったよね、そうだよな、うん、冬はやんないからさ、やんない、あとだから紐試しとか、あと盆踊りね、うん、学生の頃はさ、あ、ね、そう、あとね、あの盆踊りでまた同級生と会うみたいな、うん、あ、そういうのありませんでした、ああ、ほんで急にこいつ何かこんなおっぱい大きくなったとか可愛くなったなとかね、あったよね、で、うん、髪の色が変わったとかさ、うん、でもそういうのもね、俺あんまりね、うん、あの参加してないっていうか、あのなかったから、あ、そうなんですか、うん、今は、まあ、冗談でそう言ったんだけど、うん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 、ね、そうなのよ、だから俺の場合はもう高校生ぐらいで、まあ、うち別に出たわけじゃないけど、うんうん、友達のとこ居候ちょっとしてたりとか、うんうん、で勝手なことをずっとやってたからさ、はい、で最初の結婚も早かったし、うん、だから地元にあんまりいなかったのね、あ、そうですか、うん、で、まあ、あのバンドの、まあ、おかげでね今があるんだけど、うんうん、はいはい、バンドやってる20代なんかはさ、うん、もうほとんど外に出てるわけだから、そうね、忙しかったもんね、そう、あれさんたちはめちゃくちゃだよね、だ同窓会があるとかさ、うんうん、連絡が最初のうちは来てたんだけど、うんうん、もうほとんど行って行かれなかったからね、うん、うん、あれダウンタウンはあれですか、何歳からですか、20歳ぐらい、うん、あのそうだね、20歳ぐらいから29、30手前ぐらいまでだったから、うん、あ、まあ、約10年ぐらいね、うん、あ、だからちょうどそういうあの動きがある時にさ、うん、離れちゃってたから、うん、だからみんなももう知らんぷりになっちゃってる、うん、まあまあザ芸能界ですもんね、うん、まあ、ね、あの頃は、うん、ね、芸能人じゃないよ俺は、いやいや、うん、でもダウンタウン代々木バンドってさ、
なんか芸能人っていうかさ、もう有名、うん、あの頃のバンドでだってダウンタウン知らない人もいないもんね。まあで今と違って、うん、あの頃はほらバンドでもさ、うん、ロック系でもフォーク系でも、うん、ちょっとテレビに出ちゃったりすると、うんうんうん、もう芸能人っていうさ、うんうね、枠でこう見られてたから。俺もそう思ってましたよ、ダウンタウンのメンバー、うん、あそうか。だから俺ね、若い時ほらみんながね、はい、言うね、あの荒いってすげえ目つき悪くて怖くて何話しかけてもうんしか言わねえとかさ、あれやっぱりねどっかで俺も歪んでたから、うん、あの芸能人と思われるのが嫌だったのよ。ああの俺は個人的にはなんかあんまり好きじゃない世界の匂いがしちゃって、もちろんいい人のね、あの先輩たちにすごい人ももちろんいっぱいいるんだけど、うん、はいはいはい、なんかねこうペラペラに見られるのが嫌だみたいなね、うん、でもしょうがないですよね。だって、まあね、夜のヒットスタジオ、夜のヒットスタジオだっけ、うん、とかさ、なんとかとか紅白も言ってるんでしょ、うん、だからまあ、ね、テレビつければやってたもん。まあいつもねそういう話になるけどさ、うん、まあ、そのおかげで今があるから、はいはい、あれなんだけど、うん、でも芸能人じゃないよ。次行きましょうか。はい、はい、ライブです。はい、じゃあまたライブということでね、はい、じゃあ昔の歌これも、ちょっとね最近そういえばこういうのあったなと思ってね、うん、ちょっとやりだしてますけども、はいはい、まあ詩もなんか古い感じだね、うん、若い二人が終わっていくっていうね。あ、この曲初めてだなね。はい、はい、幽谷のブルースという曲がありました、はいはい、まあもちろん宇崎さん、これもね歌、宇崎さんが歌ってたんですけども、うん、はいはい、じゃあ行ってみますよ。はい、ワン、エン、ツー、エン、ツー、崩れかけてゆく夕日の様を、二人の間に例えちゃこっか、炎の月日が今燃え尽きて掘り起こしてみる思い出の跡を、若さの坂を下り始めた優しい言葉は忘れちまった。横顔陰らせ言葉を飲んだ、お前に背中で別れを言おう、小さなトゲが悲しみの溝を深くしてゆく、
しまった昔のお前に戻れるように黙って背中で別れを Thank you ですね。はい。One, two, three, four. を眺めながらは弾みで誓った大事な人よとうなずいて頬を染めてたね新しい自分にただ戸惑ってこれが本当よ幸せにきっとなれるよ死の微笑み取り柄ないいけど安らぐお前は振り向けばいつも穏やかな笑顔言葉はいらないさ一どうだけだよく聞ける話さないよ宝物なんだろう泣いたり笑ったり話す姿は必死だし輝いてる天使の微笑み取り柄ないけど安らぐお前は振り向けばいつも穏やかな笑顔言葉はいらないさ一度だけだよく聞け今日から二人 Thank you for you Thank you for you yeah, yeah. Thank you for youThank you for you all my mind Oh yeah 一度だけだよく聞けお前お前を愛してるOh
井たけしの知らんけどコーナー。まあまあいつもね勝手なこと言わせてもらってますけどね、なんですね、まあ、コロナはもう終わったというかまたちょっとなってますけど、あのコロナの時もそうですけどね、最近は暑くて熱中症でね、ニュースでね見てるとね、何人が今日は救急搬送されてとかね、で中等症が何人で重症が何人でって、そんなもんしたことじゃないよな、知らんけど。はい、荒井さん、社長、お疲れ様でした。はい、ありがとうございまーす。はい。で、前半に言ってたと思うんですが、その、はい。大分、ふんふん。なんと亡くなりまして。大分行きが。ああ、純平くんの。本当は今頃、はい。大分にいる予定だったんですよ。ああ、そうなんですか？はい。もう、今頃じゃない、ごめんなさい。明日、はい、明日大分に行くと。ん？はい。まあまあ、日付的に言うと10日ですね。はい、わかんなくなっちゃう。そう、そうなん、収録日がね、違うから、はい。はい。そう、もう亡くなっちゃったんですね。うん、土曜日の大分が亡くなったということですね。はい、そうなんです。はい。ただ僕、ね、別のリハを今日ですね、うん、朝10時半から夜10時半までやってました。12時間ですよ。なかなかすごいですよね。そんなするの？なかなかすごいですよね。ねえ。いやー。すごいね。聞いたことないね。なかなかその時間。長時間。なんかあれも出しました。昔、うん、なんか、高校生の時に、うん、なんかこう、合宿みたいなのやれたらいいね。バンドで、つって。ああ。うん、市の、うん、なんか、が運営してるその、なんか施設の、うんうん、なんかそういう音楽ルームみたいなのを借りて、へー、アンプとかドラムとか置いてあるんですけど、すごいね。うん、それをこう二、うん、日間ぐらい、丸二日間ぐらい抑えて、うん、練習しようぜって、うん、やったのを覚えてます。その時はもうなんか12時間とかそんな感じでしたけど、朝からバンバン、朝からバンバンみたいな。はい、へー、やってんだね。でもそういうのやったことはあるのかな、大体なんかそういう。いや、さすがに12時間はないんじゃないですか。ないかな、みんなそういう経験ないかね。いや、これはね、なかなかいい、うん、あれになりました。あれ？あれになりました。あれそれこれ。緊急地震速報が、うん、なんかここ最近ずっと鳴ってますけれども。そう？大変ですね。うん、私は南海トラフ注意報。はい。はい、私はなんかなんだっけ、雷雨じゃなくてなんだっけ。線状降水帯。そうそう、それがちょっと怖くて。ああ、なんか雷めっちゃ鳴ってましたね。ゴロゴロ、ゴロピカゴロピカだよ。なんかもう、うん、あれでした、たまに光るとかじゃなくて、うん、もう蛍光灯みたいにずっと空がチカチカしてるんですよね。点滅してるっていうか。ああ、いつだかそうだったのかもね。もうすごかったっすよ、本当に。うん、ねえ、皆さん、大丈夫ですかね。大丈夫じゃない人、このラジオ聞いてないんで、多分聞いてる人は少なくても大丈夫です。あんならよかったです。雨に打たれたりしてないですか、ね、たまたま出かけてる時に降ってきたみたいな。あー、ギリギリないね。あー、よかったです、よかったです。うん。まあ、うん、俺はもう全然家から出ないんで、まあ、高みの見物って感じなんですけど。あ、そうなの。かわいそうだなと思って。そうね、あんな土砂降りの中歩いたらもう一瞬でびしょびしょだよね。一瞬ですよ、あんなの。ねえ。本当に。かわいそうだなと思って、外出てる人いたとしたら。それ急変するからね、天気ね。わかんないよね。そうなんですよ。本当にもうね、あれみたいです。スコールみたいですね。そうね。気をつけようがないね。うん。気をつけてくださいって思ったけど。気をつけようがない。そうそう。そう、地震の話も気をつけてくださいって言おうと思ったけど。ああ。気をつけようがない。そうだね。地震速報ね、まあ、でも、はい、身の回りの、うん、なんでしょう、備える、うん、地震に備えるっていうのは大事ですからね。そうだね、なんか普通の生活をしながら備えてくださいって言ってたよね、テレビで散々ね。それなんか日本に生まれたからね、当たり前のこと言って
ってますけどね、と、俺、それ、ニュース見て思いますよね。まあ、まあ、そうだけど、でも、そういうね、発表がされたから、じゃあどうしたらいいのっていうのを受けての。まあ、下手に焦る必要はないと。うん、でも、南海トラフのなんか注意報出てから、うん、神奈川県で震度5弱、うん、だったじゃないですか、うんうんうん。こっちも来るんかいと思いませんでした。その南海トラフのあれに入ってないんじゃないかな。うん、ああ、そうだね。その、なんだっけ、静岡あたりまでですもんね。駿河湾あたりまでですもんね。あ、南海トラフの範囲がね。はい、はい。うんうんうん。そうだよね。ね、びっくりしたね。そのね、翌日だったからね。そう。はあ、動いてますね。地盤が？地盤が。うん、プレートって言うんだっけ？なんだっけ？はい、これはプレートテクトニクスですよ。うんうん、ちょっとカタカナあまりわからないからやめてもらえますか。まあでもその大雨もそうですけど、うん。まあ、地球に生きてるから、うん。ね、死ぬときは死ぬし、うん。っていう気持ちで俺毎日生きてるんで。ああ、一日一を、はい、一日をその時を大切にね。ね、まあ、一生懸命生きれば、まあまあまあ、つまりそういうことっすよ、うん、そう、はい、なんか今日はこの辺で感めっちゃ出てますけど、あ、いや別にお便り読みますか。じゃあ、じゃあしょうがないから、じゃあしょうがないからはもうあれですよ。お便りが読むしょうがないの、あ、じゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、はい、何ですか。はい、ジペ君が言うんでしょうがないから、お便りほら、ほらついてますね。ゆきさん今日は、はい、はいはい。ゆきさんと純平さんのオープニングびっくりでした。今日の銀部ラジオはまったりした雰囲気の中で聞けました。はい、次回の今井さんと純平さんのテンポのいいトークも楽しみにしています。とのことです。はい、お楽しみいただけましたでしょうか、ということで。うん、はい、いや、あれはもう単純に俺のミスなので、本当にすいませんです、ね、はい。これは続けない方がいいんですかね、私。まあ、社長のやつがなくなっちゃうけど、それ置いといて。置いといて。まあまあ、うん、でも、たまにはいいんじゃないですか。たまにはこう、違うテイストというか。やっぱテンポ大事なのね。私だとまったりなの、ね。まあ、みゆきさんはちょっと、うん、ゆっくりですからね。うん。まあ、そんな、その、なんでしょう、はい。テンポの違いを楽しんでるんじゃないですかね。ああ、そっか。どっちがいいというよりは。ありがとうございます。なんで俺が慰める側になった、はい、はい。続いて。新井さんと今井さん、真面目なお話をしている中にも笑えるツボがあり、知識も増えるし、楽しいし、素敵ですね、とのことです。はい。ありがとうございます。うん、はい。知識で、はい、もその、うん、僕もちょっとなんか豆知識結構発信していきたいなって常々思ってるんですけど、はい、まあ、なかなか話すことないっていうね。あ、今どうぞその機会ですよ。その時ですよ。ですね。ちち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 ちとか。はい、続いて、はい、新井さんの山手線のお話。リュックは前に持つように気をつけていましたが、肩にかけたバッグ盲点でした。次からは手に持ち替えます、とのことです。まあまあまあ、コンパクトになるのが一番いいということで、棚の上に置くのが一番いいんじゃないかなと思ってますけどね。棚の上。いや、なんか、俳句みたいな感じ。はい、紙の句読み始めたから。うん、棚の上置くと忘れちゃうんだよね。棚の上。はい。荷物を置いたら忘れちゃう。はい。みゆき。はい、上手でした。はい。はい、続いて。はい、ライブで揺れ動く心が聞けてよかったです。CD とは違う魅力がありました。特に肝臓のギターが良かったです。この曲は CD でもギターが活躍する素敵な曲ですね、とのことです。そうですね。加藤さんが、うん、弾いていただいている感想ですね。あ、はい。そうだっけか。そうなんです。はい。CD はね、そのおっしゃる通り、内海さんが、前編にわたって揺れ動くのギターを弾いていただいてるんですが、はい、うん、まああれも、もうもちろん素晴らしいというか、もうあれは内海さんの曲なんでそうなんですけど、はい、まあ、加藤さんも加藤さんで違った、こう味があって、はい、うん、とてもこう、いい感じでしたね。はい。あれ？はい。もしかして聞いてないですか？聞いてるけど、忘れちゃうんですよ、私。おやおや、あれれ？いやいや、ね、やったことも聞いたこともちょっと忘れちゃうんですよ、私。ごめんなさい。あ、そういえば先週、一週間前にうん。10万円貸してくれるって話は忘れたんですか？そもそも言ってないです。おー、
引っかからなかったということで、はい、次に行きましょうか。あ、お便り以上です。あ、以上ですか。あ、そうですか、はい。はい、ありがとうございます。みさん、なんか2年前ぐらいになんか、うん。なんか、家買ってあげるって俺に言ってましたよね。言ってないです。はい。なんでそれははっきりと否定するんですか。もしかしたら言ってるかもしれないじゃないですか。言ってないです、絶対。そういうのは私言わないんで。はい。ということで、はい、はい、残念でしたが、今日はこの辺でね。はい。はい。なんか、どうですか、あゆの進捗状況は、はい。あ、そうですね。ちょっと、工事ちょっと始めて、綺麗にして、これからどうなかどうしようかねっていう感じ、ね。なるほど。ですね。着々と。着々と。はい。はい、ゴクッと言いましたけど。あ、そう。なんか、うん、言っちゃいけないことを聞いたのか。あ、いやいやいや、そんなことないですよ。はい。はい、早く。いや、そんな感じでね。あ、はい。そうですね。また、今後どんどん進んでいくんですよね。いい感じで。そうですね。はい。なんで、10月のライブも、できないなんてことにならないとは思うのでね。そうですね。できるように頑張って、準備してます。はい。はい、ということで、はい、今日はこの辺です。あんまり言わない方を言ってるからなんかペース乱しちゃってるじゃないですか。それでは、はい、皆さん、じゃあね。バイバーイ。君と一緒に景色は過ぎて風はセピアに変わった。君によく似た笑い声にふと振り向く。ほんの小さなわがままさえも愛しく感じてたのに、拗ねた君の甘えだと気づかずにいた。強がりな君は今頃頑張りすぎてないかな。また一人きり土曜夜眠れているの。時間じゃなくて距離でもなくて甘いを言葉じゃなくて形じゃなくていつもいるから強く僕の部屋から見える三日月、あの日と変わらないのは、手を伸ばしても届かないと知っているから。強がりな君は今頃
頑張りすぎてないかな。また一人きりの夜を眠れているの。時間じゃなくて距離でもなくて甘いよ。言葉じゃなくて形じゃなくていつも